アンカーの取り付け方、トリプルグリップ。石膏ボード、ブロック、コンクリート、ベニヤ板、ALC などに使用可能です。壁の厚さに合ったサイズのものを選びましょう。電動ドリルを使って壁に下穴を開けます。トリプルグリップを下穴に差し込みます。ゴムハンマーなどで叩きながら、少しずつ奥まで差し込みます。取り付け物を電動ドライバーでネジ穴に留めます。すると、トリプルグリップの羽が壁の裏側で開き、しっかりと固定されます。これで完成です。安全性を確保する上で、アンカーは大切なツールの一つです。きっとあなたの素敵なお部屋作りを手伝ってくれますよ。